にちは。今あの今日2日で、はいはいはい、僕はあのレスターズ今年10連敗したじゃないですか、はいはい、でも僕は絶対上がってくるなと思ってたんですよ。ピッチャーいいし、うんはい、それは別に巨人ファンですけど、はい、でやっぱり来たじゃないですか。やっぱ巨人側から見ると DeNA っていうのは怖い存在だ。めちゃくちゃ怖くて、やっぱあの全然ブレないじゃないですか、ラミレスさんも、うん、やっぱりそういう意味ではまあそうですね。シーズンを長く考えられる監督なんですよ。だからここで10連敗してもここで追いつける、うんうんうん、で計画的なんですよ。やっぱすごいんだ、うん、やっぱちょっと怖いですね。ただ意外に交流戦のおかげでジャイアンツが首位になって、うんうん、僕交流戦はダメだと思ってたんですあ、巨人落ちると思ってたんですか。これなぜかというと、はい、やっぱ接戦が多くなると、はい、交流戦になると、はい、向こうもバッティングがいいし、うん、だ競り合いになると、はい、そうなると中継ぎ勝負になってくるとちょっと弱いなって思ってたんですね、はい、そしたらバッソンが帰ってきて、はいはい、まあ、また怪我しましたけど、はい、でも一つ の, その空気を変えてくれたというか、うん、中継ぎが、うん、だからそういうことでいい具合に回りましたよね。いや本当にマッソンのあれはかなり大きくて、いいです、感動的だったですよね。まあ、体重で落っこちゃって、そうですね、うん、でもまあスピードは落ちてなかったけどね。でも長いイニングとか投げられなくて、まあまあでもどうですか巨人は今年。原さん、うん、なんかすごいなと思って、うん、ちょっと原さんがメガネ今年からなんか丸いメガネにしてるのもちょっと、うん、それはまだ全然気になってたんですよ。あそこはね、フォーナインっていうナインズ、僕だから何か知ってるんですか。フォーナインズの買いに行ったんですよ。いや監督の名前出したら結構安くしてくれるらしいですよ。いやこれはみんなが使える。僕はフォーナインズ買いに行ったら、まあ、あの相川コーチも原さんもみんなフォーナインズがそうです。吉村もそうです。ちょっとまた私もフォーナインズの眼鏡ほらほら買いました。ええ、ファンとして。足並み揃えました。銀座の銀座本店。みゆき通りのちっちゃいところです。すごい詳しいですね。いや巨人ファン誰も知らない話だと思ってる。さすが知ってますよ。もうメガネをね、かけていったら、ユタコそれどこのって言うから、いやどうしてって言ったら、いやフォーナインで、あの俺あのすごくお世話になって。あ、原さんですか。行ってこいとか言われて、今度行かなきゃいけないなというふうには思った。もう名刺材なんで紹介しましたよ、ね、だったら。すごいいいですよ。いやあのね、銀座に4店舗ぐらいあるんですよ。すよ、まあ、監督はどこのフォーナインなのかっていうの行かなきゃいけないなと思ってて。そうですね。ああそうすげえ話だな。すごい。あれちょっとボケで言ったつもりだったんですけど、でもやっぱりあの原監督がやっぱりすごいなと思いますね、采配も見てても。原監督にね、話を聞いて、監督として一番戦ってて面白かった監督誰かって聞いたんですよ。原監督、あ、交流戦ね。うん、あ、今までですね。今までね、誰だと思う。いや、俺はこの前の交流戦だと栗山さんとかだと思ったんですけど。今年だけじゃなくて。今年だけじゃなくて。今までですね。ジャイアンツもあるんですよね。はい。なんかもう、ちょっと怒ってきたけど。DeNA ファンだと思ってたから。ここまで。落ちやった。違いますか。やっぱこの人はすごいな。マジだから。いや違う。あ違いますよ。え、ちょっと野村監督とか。そうです。野村監督。やっぱこっちの手をね先に考えて準備されてるっていうか。逆転の時にやってんのか。とかあって、あやっぱりこの人はちょっとできるなって怖いなって思ったって。面白いですよ。で今戦ってて面白いの誰だって言ったら。いないっつって、工藤さんも、はい、栗山さんまあそれは交流戦の前だから話を聞いたのが、交流戦をやってまたちょっと違う感覚になってるのかなんだけど、うん、まあそれは聞いておきますよ。選手とかじゃないんですもんね、うん、監督としてこっちがこういう風にやって手を打てばこうやって打ってくるだろうなっていう、また逆を打ってくるらしいんですよ。へーすごい、これはもう求人ですね、うん、これは90年何の回だね監督の回ですね。いやだから監督っていうのはやっぱそういう観点でものを捉えたりとか、僕が見ても12球団の中でナンバーワンの監督って原だなって、原監督だなって思いますよ、ね、それはやっぱ手の打ち方だとか動かし方とか、まあ選手は負担があるかもわからないけど、それやらないとお前たち飯食えないよってメッセージ性もある、厳しさもあるし、だからまあ大したもんですよね、やっぱね、やっぱり
強くななんか強くなったというとまたねあれですけど、やっぱり首位ですからね。でも言えば今は馬なりで乗ってるっていう監督が多くないですか。かあ、まあだから要するに自分よりは、だって強いチームも弱いチームも戦略的に一緒じゃないですか。もがいてる監督っています。あ、例えば捨て身で戦うとか、僕巨人の方がこれ負けるなと思う時に捨て身の作戦を取ってくるんですよ。だってあれだけ戦力があって強いっていう評価の時にそういうことをやられると、やっぱ弱いチームって飲み込まれる時あるじゃないですか。でも逆に弱いチームが強いチームに戦う時にやっぱそういう捨て身を取っていかなきゃいけないのに取れないんですよ。それはだから言ったらまあ采配だったり駒の使い方だったりとかっていうことですよね。だから見ててつまんないし、ストレスがたまるし、やっぱちょうどいいんですね、原さんのとか。ちょうどいいって言うとあれですけど、うまいですね。うまいと思いますね。原監督は巨人をね、応援してくれてるファンに対して、お前って言って応援しても、そこをこすらないですよ、絶対。すみません、ここでだいぶ前ですよ、ね、だいぶ前。いや、もう絶対俺ね、原監督はこすらないと思う。そんなこと頭にも入ってこないし。気にもしないと思います。そうですか、そうですかね。ここでいいですね、このかぶせが。いやだからそういうことを考えると、やっぱ原監督っていうのは指揮官として舵をよく取ってるなって思いますよね。そういうことも全部含めてファンサービスというのもね、やっぱ原さんめちゃくちゃファンの時の4番バッターじゃないですか。でやっぱり子供ってあんま感情そんななかったんですけど、原さんがバット投げた時とか、はいはいはい、俺泣いたの覚えてるんですよね。あんまりそういうヤクルト戦ですよね、はい、泣くことってないじゃないですか、子供って。感動してね、感動して、うん、であれは ありました。あと94年の 10.8 の時とか、うん、もういまだに俺ビデオ撮ってるんですよ、 VHS。 あれいまだに俺見るんですよ、辛い時とか。僕ね、その試合に出てた可能性があるんですよ。94年、もうその年は日本ハムだったんですけど。大沢監督ですか。大沢さんと長井監督から連絡が来たんですよ。93年のオープンに中日にもなったかもしれないかって、はい、うわーすげえ話だこれ。セカンドもセカンドかサード、まあセカンドがまあ仮に代打だったかもわかんないですよ、ね、最後のセカンドは立浪やったから、最後の小森じゃなくて高木さんだったかもしれない。本当にその可能性はよく覚えてるね。桑田のカーブで三振した。そうそうそう、あれは高木さんだ。膝ついてね、膝ついて。いや、よく覚えてますね。もう何回も見てますから、ね、だからその時に中日にいたらまた人生変わってたのかなと思って。あー、いやーすごいですね。それはもうそれは痺れるゲームですもんね。あの辰巳がファーストにスライディングして肩抜いた時ですよ、はいはい、怪我した後に僕が守りに行ってたから。あーでもそうですよね、可能性はある。小森じゃなかった、小森の代打小森、ね、6対3。でも今年のあの原監督が、はい、あの呼んだ人事があるじゃないですか、はあはあ、元木だとか山本だとか水野だとか、はい、要するにテレビのおなじみの人たちがね、うん、それと言えばジャイアンツの全員が OB だとか、はいはいはい、でそれまでって戸様の人もいろいろ入ったり、まあ、各球団も戸様の人がコーチやったりとかいろいろしてるじゃないですか。なんかこう巨人の強い時代を共に生き抜いたコーチ陣じゃないですか。それをファンから見るとどうなんですか。いやだから、まあ、鈴木さんとか、ね、そういうコーチとか、一塁コーチは鈴木、うん、三塁コーチは元木ってやっぱちょっとテーマ上がりますよね。上がりますね。まあ井端さんでも全然良かったんですけど、うん、あのエキサイティングシートによく見に行くんですけど、うん、井端さんの立ち位置でちょうどあのバッターボックスが見えないんですよ、うん、それもずっとの井端さんと一番があったんですね。気になってたんですよ。鈴木はちょっと下げるんですよ。あの鈴木さんちょっと下がってくれる。あ、なるほど。立ち位置立ち位置の立ち位置があるんですね。でもやっぱ元木さんは僕あの解説ラジオでよく聞くんで、はい、解説すごく上手だったから、はい、やっぱこの人頭いいなと。元木さんってやっぱ野球すごい分かってるって思う。野球の方はありますよね。だからやっぱりコーチになってすごいなと思って、うん、でダゾーン契約してると CM ないんで、はい、あのベンチのとかずっと流してるんですよ、はい、だから宮本さん絶対喋ってるし誰かと、うん、元木さんもコミュニケーション取ってるし、うん、やっぱこれ結構今までなくてよく大事だなと思って。だいぶ変わったな、まあ、監督が言ってましたよ、宮本は優しいなって。まだだって
菅野が完全復調だって言った後にボコボコ打たれて戦えてますもんね。あのね初めてのコーチやるんですよ、うん、だから遠慮はまだあいつはあるんだ。優しいんだ。だからそれを俺が教えてやらなきゃいけないとか言って、それで水野をベンチに戻したんですよ。でブルペンにバッテリーコーチをもう入れてみたいな、うん、そういう、 こう心遣いというか、まあ、それをやっぱ4代以上一人前にしてやらなきゃいけない。すごい。だから監督でやっぱ変わりますよね、野球も。最近ね、つまんないんですよ、野球は。巨人戦は面白いんですよ。策を打ってくれるから。え、ちょっと一番つまんないの。言っていいですか。本当に言いますよ、大丈夫ですか。いや、またお前そこは切れてって言われる球団で。本当動かないから。でも、落合さんが動かなかったんですよ、監督として。まあ、そういう人もいる。もう本当にね、みんな絶不調なのに、うん、打順も変えない、うん、全く動かなかった、うん、で、落合さん聞いたことがある。落合さん、これこんなに悪いのに、うん、全く動こうとしないし、うん、手打たないですね、うん、って打たかって、うん、1年間がね、長いんだと、うん、で、井端とか荒木だとか、うん、まあ、和田ベンちゃんだとか、谷重だとか、うん、全部数字を持ってると、うん、よく見といてる、うん、1年間戦った時にどうなるか、うん、それ楽しみにお前してるって言われて、結局優勝したんですよ。いやー、だからそういう選手が集まってたからバタバタするのよ。だから広島もよく似てるんですよ、うん、数字を持ってる選手がたくさんいるんですよ、うん、まあ、外国人は別として、うん、だから大型が動かないんだったらいいけど、うん、もうちょっともがけよってこっちは思うんですけど。そっか、選手か、うん、監督も。でも3連敗してるから、うん、やっぱそこら辺はもうどしっと、うん、なるほどね、うん、構えてるのかもわからない、うんうん、そっか。だからまあ監督の中にもスタイルみたいのがあるんですよ、ね、ないとね、うん、さっきの話じゃないですけど、ブレちゃうとやっぱりダメなんですね。ただね、解説者としたら、うん、もがいてくれてた方が、うん、そこ擦れるから解説の方ですからね。もう全く動かないと全くつまんないよ。解説のしようがなくなるから。だから原監督ネタがないわけですね。そうなんですよ。だから原監督みたいに動いてくれると、いや、ここがここでここをこうして説明ができるし、予想も立てやすいんですよ。動かないと全く予想もね、裏切られない。変なこと言えないですもんね。こういうふうに考えですかって言えないですもんね。言えないです。動いてないわけですからね。ちょっと動かしてください、なんとか。いやいや、俺意外とも何を